渚さんとここの痛み具合一緒です。3、2、それでは1、歌舞伎町のトップホスト P2 桜井涼星代表と冬月ブラック統括楓渚統括の対談の方始めさせていただきます。やりました。でもこれ本当に俺インスタで涼星とのが一番見たいってマジで多かった。ああ、確かに確かに。やっときたいのこの対談、うん、本当に。まずお二人の好きなタイプを教えていただきたいです。好きなタイプ外人です。え、これマジでマジで外人マジで外人マジで外人どっちですか。ハーフ系ハーフ系。あーマジ外人。俺でもこないだ言ってるからな、てりちゃん。いや外人だよ。次はお客様に求めるもの。これなんかさ、ちょっと質問一緒じゃない、手抜いてない、大丈夫。いやいやいや、そんなことないですよ。めちゃくちゃ質問が、いやあの、渋夏対談と一緒の気が全く質問一緒の気がするんだけど、求めるもの。え、かわいい。ああ。これはでも絶対条件じゃない、それは。俺はね、いやでも、いや、かわいいっていうか、俺はもう本当に、めんどくさくない。まあでもめんどくさくないのは、まあ絶対条件に入ってくるかもね。お互いのことはその冬月に入る前から知ってる。これ本当に言っていいですか。あの、もうもちろん、もともと僕がいたグループで いたじゃないですか。ああ、本当本当。そうで、まあ前年度年間のまあ取ってて、その売り上げすごいなっていうのもすごいんだけど、それよりもっと前に。まあ、いろいろ YouTube とかやってるじゃないですか、うん、で、あの、なぎなぎっていうの知ってたのも、うん、まず俺、なぜなぎなぎが目に入ったかってもう入れ墨まみれで。ああ、はいはい、入れ墨好きなんですよ、僕。はいはいはい。で、その、まるまるチャンネルとか見てて、あ、この人すごく好きなんで、あの中で一番俺が好きだなと思ったから俺 DM 送ったんですよ。そうなんですね。そうそうそう。男の子にあんまり興味ないから、はいはいはい、わーって調べて見た時にぶわーって遡ってたら、まさかの誕生日が一緒で、そう、5月13日そう、5月13日、なぎなぎに、俺、あ、誕生日一緒ですね、え、あ、なんか仲良く しましょうよみたいなで送ったら、3日後くらいに大阪なのに、あ、同業行きますねって来てくれた。へぇふっかんだから超復活ですよね、うん、だってそんなことあるっていう。でも、ストーリーとか俺見てたから、はい、これあのなんか東京いたり大阪いたりとかで、うん、あのグループってなんかあんまないじゃないですか。確かに確かに。だから、え、どういうお笑いと思って。いやでも本当そう、それがきっかけで、まあ、もちろん俺も涼星のこと知ってたし、はいはいはい、知ってる人から DM 来るって嬉しいじゃん。てか俺このサングラス真似したじゃん、この間壊しちゃったよね。そうですね。いやいや、やばい、それも買わないと。超余談なんですけど、お揃いですもんね、サングラス。真似した俺ら、聞いた。だから俺、なんか言ったけど、このサングラスめっちゃ聞かないの、どこのですかって、はいはい、DM で聞かれてます、ね、でも俺一切答えないから。確かに確かに。そう、で、あの、なんでかって言ったらね、やっぱ教えてもらったやつ俺が教えてたら、なんかちょっと。で、あともっと余談言っていい、うん、え、2月、え、2月だっけ一緒に働いてたの。2月、うん、2月に3週間一緒に働いてて、あの、なぎなぎが、うん、今の冬月ブラックの初期メンバーが歌舞伎で働いて、うん、P2 に入ってもらってた、うん、で、あの、俺基本的にあの、あんまりアフターとかしないから、うん、あの、あ、ありがとうって帰らすわけじゃん。はいはいはい。アフターもしないし、はいはい、え、涼星君どこどこで見たよ、え、どこどこいるでしょ、え、今風林会館の前で見たよって、え、俺ゴリゴリ家感見せない。だいたいなぎなぎ。俺ね、やっぱ似てるって言われてますもんね、だってお二人は。だいたいなぎなぎ。ちなみに今日のセット俺の担当の人、しっかり。ヘアメイさんもなぎなぎ紹介してもらって、
で、今日の平和戦も言ってました。え、なぎささんとここの痛み具合一緒ですで、あとさ、りょうせいってさ、こうやって押さえる、うん、押さえる。俺がいつもこうやったら、りょうせいさんもこうやってましたって同じグループお二人になって、うん、こうどう思ってるか、お二人お互いのことをどう思ってるか。まあでも純粋に楽しい。まあちょっと一緒に働いてる場所は違うけど、こうやってゲストで来てもらったり、俺もゲストで行かしてもらったりとか、そういう風にできるのがめっちゃ楽しい。でその後いつものように、まあ、今日もこの後飲み行くちなみに営業終わりですよ、うん、この後飲み行くけど俺らめっちゃ飲むもんね。そうだよね。これまあまあ全然使ってほしいんやけど、だってなぎなぎはゲスト出勤したけど、俺なぎなぎのアフターに行くから意味わかんないでしょ。確かにこれは使ってほしいですね。確かに、うん、なんかその利益がどうとかっていうのなんか楽しいから、うん、うん、そうそうそう。でも本当にそれはすごい。なんか一番最初会った時から、あーなんかちょっと似た部分であったりとか、なんか価値観とかっていうのが近い部分あるなって。でもまさか一緒のグループになって働くとは思ってなかった、うんうん、思ってなかったでしょ。思ってないし、俺もなぎなぎそのグループ他グループだったんですけど、なぎなぎっていうのが俺は目に入ったから、うん、ああ気になったし、普通に引き抜くとかじゃなくて、うん、普通に誕生日一緒ですね、あいつも見てますよで送ったら、まさかね今そうやって一緒に働けて、あの全然別にね誤解があったあれだけど、引き抜かれたわけでもないし、うん、まあ全くそんな話もしない。そうそう、全くしてない。別にだって寮生から冬月来てよとか言われたこともないし、一緒にのグループでやろうよって言われたこともないもん。ああそうなんですか。本当にだってそんなこと言ったら別に他のね有名なグループの人の知り合いなんていっぱいいるし、まあもちろんそうです。本当にもう巡り巡ってまあ、売れてない子たちに向けてホストとして売れるためにこうどうしたらいいか。え、そこにいる俺、僕ポッポ。ああ、そうです、僕ポッポ俺ないとあ、じゃあもう僕ポッポだ。写真出して、俺ないとあ、ここの辺に、この辺に、この辺に俺ポッポって言うよ、この辺に俺ないとその頃に僕ポッポになって僕ポッポ。まあでも、本当に一番大事なのはもう見た目、ビジュアル、あとはトーク力だけど、トーク力は僕ポッポで言えばできてるから、見た目でもさっき両生も言ってたけど垢抜けてきたね。でも垢抜けることって超大事だから、うん、売れてる雰囲気って大事じゃん、うん、だってさこの見た目見て売れてないわけがないじゃん。まあ、もちろんそうですけど、まあ、今売れてないですけどね。僕これもどうしたい泣き泣きチャンネルで俺前目線はお客様は募集って編集つけてるでしょ。いやでもさ本当にそうじゃん、売れてなさそうで売れてないやつっていっぱいいるけど、売れてそうで売れてないやつってなかなかいない。なかなか、まあ、まだそこまでいってない。ポッポは思考だけね、思考は一流だね。まあその渋夏社長に教わったんで、あいつでもすぐ、いや渋夏社長は社長はちなみにあのパーティーの時間言っても渋夏社長は渋夏社長あいつしかも俺になんかあ、統括あのなんとかなんとかってこうした方がいいと思うんですけど、あでも俺はそれあれだから、いや渋夏社長って言ってそうって言うから、あ、でもここはもう俺のあれだからもう大丈夫。確かに確かに好きなようにやらせていただいてる。歌舞伎町と南の違い、それこの間の時にも聞かれた。全然違う、単価が違う。今日働いてブラックを働いて思ったのが、あの、ま、あのもう結構トゲ入ってる、うん、言っていい？うん、全然いい。あの、冬月ブラック避けることになるからな。だからすごい活気があるなっていう。だから次は俺が冬月ブラック、冬月大阪来たらぶっちゃけ大丈夫ここ使えないよ。これちょっとあの使えない。これはピーなんですけど、これは別に本当にうなんかすごく活気あるなって、なんかその違いっていうのは俺本当に単価くらいじゃないかなっていうのと、あと俺も6年前ぐらいに行ったじゃん、うんうん、で、なんか6年前って今は分かんないけど、歌舞伎町って割となんていうのホストが上に立ってるから、あー、うん、分かる分かる分かる、女の子にも上に立ってるみたいな、うん、でも俺がいた大阪時代は女の子の方が上だから、うん、女の子を立てろみたいな感じだったよね。そう、分かる。
今でもそれは残ってるよ大阪。あー、なんか女の子をこうしてあげるみたいな。でも俺はそれをしないから。あ、そうだから俺好きなのね。なんかむちゃくちゃやるよ。お二人の今後のこう野望というか、こう今後こうしていきたい。あ、俺でもこれめっちゃ決まってる。俺はちょっと寮生とそういう話したことないか分かんないけど、俺は加納会長とも言ってるけど、もう5年で10店舗っていうのが、うん、大阪で、大阪で、で、まあ、特に、まあ、こんなこと言ったんだけど、その冬月って大阪だと全然名前売れてなかったから、うん、だけど今はもう本当にできちゃうよね。めちゃくちゃ今俺どこ行っても冬月すごいすごいって言われるぐらいまで今一応持ってきたから、それを一気にバーって拡散して南といえば冬月っていうとこまで持ってきたいなっていうのが野望かな。だって今広がってるもんね、もうネームバリューがすごい。俺野望っていうか、やっぱその俺は遠い目とかっていうのも今1店舗しか見てないから、まずあここで最強店作って年間何万万取るっていう、でそこの最高責任者で俺がいるから、俺が、おい俺の店やぞ。あのなんか俺あれ見てたもん、あの YouTube でパーティーがさ年間ナンバーワンになった時の表彰式、みんなライダース着てるやつとか、はい、すげえその時印象的だった、うん、なんか頭に残る店舗でいたいな、ピーツが。で今その姉妹店でブラックもそうだし、なんかもっと面白い、本当に面白いことしたいってずっと言ってるじゃん、うん、もう某グループにいた時から、そう面白いことしたい、面白いことをしたいってずっと言ってたの。そう面白いことするの好きな人だから、うん、人生一生懸命だから、それがなんかあんまりいいなと思って、でもっともっと面白いこと、僕の願望は面白いこと、うん、あのお店で今できることっていうのをやっていきたいかなっていう。いやでもそうだね、本当に楽しいことやっていきたいと思う。ありがとうございます。じゃこれでちょっと質問は終わりなんですけど、取れた尺大丈夫ですね、バッチリです尺バッチリでしょ、バッチリです。じゃあ今からちょっとあの朝までじゃあ飲ませていただきます。もちろん、うん、そこまでちゃんと拾って伏線回収最後にじゃあお二人ありがとうございます。今日はありがとうございます。でもこれだけ言っていいですか、僕はみんな多分知らないと思うんですけど、ナギナギめっちゃ好きだから多分これ編集でめっちゃもうアップでありがとうございました。ありがとうございました。